どうも皆さんこんばんは。前回の初フルフェイス顔出し動画ではですね、まあ温かいコメントをいただき、その一方でですね、ちょっとチャンネル登録者数が減少したのではないかという疑惑を抱えており、複雑なね気持ちのご飯です。引き続きユーフェス大阪の動画紹介していきたいと思います。ということで今回はですね、私が出演したカジュアルゲーム対決コーナーの動画をねご紹介していこうと思います。はい、カジュアルゲーム対決です。このコーナーでは赤チーム、青チームで同時にマインクラフトと星空ブランコで対決をしていただき、相手チームよりもより良いスコアを出したチームの勝利となります。まあまあこのタイトルをね見てもらえばわかると思うんですが、もう本当にそうそうたるメンツですよ。その中にポツンとご飯チャンネルのアイコンっていうね。入場です。はい、まずはクリエイターの皆さんの入場シーンですね。まずは赤チーム。今回は赤チームと青チームに分かれて対戦します。すごいねこの歓声。はい、もう、まあ、このお二人はですね、本当にコンビのような中で、まあまあ女性から大人気ですよね。そしておなじみの、まあ、カズさん、そしてネガ君ですね。大阪で初めて喋ったのかな、ネガ君とは。で、アキ君とは大阪では全く喋んなかった、うん、東京ではね、結構ね、仲良くなれたんですけど、はい。こんな感じでですね、各チーム入場してポージングを決めるっていうね、シーンになっています。青チーム、パーティー、セイキン。はい、ヒカキン、セイキン兄弟、そしてアンテさん、この宣材かっこいいの、ね、アンテさん。瀬戸康史。俺好きやわこの宣材。ナッチ。はい、そしてナッチさん、ナッチさんともね大阪で初めて喋ったんだけど、うん、すごく気さくで良い方でしたよ。はい。瀬戸さんちょっとお腹が見えてる。プーン T シャツかわいいね。はい、そしていきなり初手からいきなりオキさんに絡んでいく瀬戸さんっていうね。ありがとう。すごい、青チーム自由だね。いやすごいですね、すごいメンツでございます。はい、皆さんバッチリ決まってます。そうそう、こんな感じでですね、マインクラフトとカジュアルゲームですね、星空ブランコっていうゲームで対決していくんですけど、私マインクラフトの方にはちょっと出演してなかったので、今回は星空ブランコの方だけご紹介していきたいと思います。さあ、すごい黄色い歓声。赤チーム、ポッキーさん。すごいね、私ちょっと1日でいいからポッキーさんと変わってほしいわ。どうでしょうか。いやもう絶対勝ちたいですね、応援してくれてるんで本当にありがとうございます。いや頑張ります。はい、まあ、ちょっとネタバレしちゃうんですけど、私実はこのゲームでずっと司会進行やってきたけど、ちょっとゲームやりたくなっちゃったっていう流れでポッキーさんにお願いして、ポッキーさんのチームに入れてもらうっていう演出になってるんですね。もう私この時点からもう冷や汗でって、こんなにポッキーさんのファンがたくさんいらっしゃる中で、こんな知名度のない私めがね、ポッキーさんに仲間に入れてくださいなんて言ったら、私ポッキーさんの前に嫌われちゃうんじゃないかって言って、すっごい不安で、もうね、この段階からね、もう私も目が泳ぎ出してるからね。はい、まあという内容を踏まえた上で、私がいかにこのポッキーさん率いる赤チームにアプローチしていくかご覧ください。というわけでこのゲームはワンタップの簡単操作で誰でも遊べるドキドキジャンプアクションゲームです。ヒカキンさん、セイキンさんからの挑戦状も実装されております。はい、今回はですね、セイキンさんのステージで、皆さんでプレイしてプレイしてちなみにこのゲーム簡単そうに見えてめちゃくちゃね難しい、本当に難しい。
私まあちょっとはやっぱりもう生まれてこなかったゲームまあ20年やってきてるからゲームできるかなって思ってたけど、全然、しかもまたこの場でやると手が震える震える。さあもうこの頃に私の緊張はマックスですよ。どうやって切り込もうみたいな。お願いいたします。先にでは赤チームからプレイしていきたいと思います。こちらはですね、制限時間3分で一人1回死んだら交代っていう。そうですね、リレー形式でこうゲームを回していこうっていう、はい、対戦になっています。両方やりまして、一番長く進んだ人がいるチームが勝利となります。そうそう、なんかブランコに乗ってこう落ちたら負けなんですけど、どっちが何メートルで出るんですよ、進んだところが、はい、どれだけ進めるか、何回死んでも構いませんので、はい、はい、お願いいたします。いやちょっと菊池さんいいですか。来たぞ。私普段ちょっとゲーム実況の方をちょっとやってるんですけど、目が泳いでるぞ。菊池さんが楽しそうにゲームプレイするから、ちょっとね、あの血が騒いでた。やりたくなってるそうですか。ちょっとなんか瀬戸さん、ここで瀬戸さんがなんと助けてくれたんですよ。参加したいと台本にね書いてあるんだよ。かばってくれたんです瀬戸さんが。ここの茶番を言わないでください。この茶番を言うことによってこう私が言いやすくなるっていう。こう言ってますけど、どうしましょう。いやこれも台本でバレてるんで。そう、ここでまたポッキーさんも拾ってくれて、どうします、あもちろんいいです、台本なんでいいですよっていう空気に持って行ってくれたっていうね、みんなで。台本なしで私が言い出したってなるとね、ちょっとなんか嫌われちゃったら嫌じゃん。でもね、そんな不安が吹っ飛ぶぐらいね、やっぱりね、ユーフェスはやっぱりウームの YouTuber の好きな人たちが集まってるイベントだから、あったかいんだよね、こんな私にも。全然そんなことなかった。はい、ということでまずは赤チームからのリレー開始ですね。うん、何回死んでも構いませんのでね。私がアンカーなんですけど、でも私ここでちょっと考えてたよ。私が早く小原さんとポッキーさんにいっぱいゲームを触ってもらってるとこをみんなは見たいはずだから、あんまり私が長くプレイしたらいけないんじゃないかとか映画たいから深く考えるっていうね。赤チームの皆さん、ポッキーさん準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、まずはポッキーさんからのスタートです。はい、それはね、これは難しそうだな。制限時間3分で始めたいと思います。それでは皆様、5秒前からいきますよ。瀬戸さんも5秒前からいきますよ。はい、いきましょう。せーの、5、4、3、2、1、スタート。はい、セイキンザーステージなんですけど、こんな風にボタンをタップして進んでいくんですね。タイミングよく2段ジャンプまで連続でできますね。2段ジャンプまで。なるほど。はい、そしてすぐに交代。難しい。ネガさん、はい、そしてここでネガ君。ネガ君ね、ゲームめちゃくちゃうまいのけどね、どんだけ普段ゲームうまくてもやっぱこのね環境ってめっちゃ緊張するから失敗しちゃうんだよね、ゲーム上手な人も。33メートルです現在。さあ、アキさんさあ、そしてアキくん。アキさん頑張って。頑張れ。頑張れ。そしてカズさん。やっぱカズさん体大きいね、こう見ると。結構ゲーム実況してる男性の方で結構細身の方が多いから、やっぱりカズさんがこう初めてですよプレイするの。体のごつさが強調されるけどカズさん上手いよ。45メートル。そして宮優さん。そして宮内さんも落ちるって言ってね、私もこの時めっちゃ手震えてるから、どうしようでも、結果ね、ポッキーさんにすぐバトンをつなげたっていう。いや、ポッキー君いつもこういうゲームやってるイメージだからね。そう、そうですね、やっぱヒカキンさんの言った通り、ポッキーさんやっぱりこういう新ゲーのイメージがすごいあるかな。頑張れ、メガさん、いいですね、落ち着いて。メガ君はちなみにこの中で一番最年少ですね。うん、さあ、アキさん、メガ君に限らずポッキーさんとかもそうなんですけど、は
まあ親子とまでは言わないけど、まあ先生と教え子ぐらいの年の差はあるんじゃないかな、私とは。まあ21歳ですけど。お、うまいうまい。そしてもうこの時点で残り時間1分切ってるんで、あと50秒、ちょっと演出上のことを考えるとやっぱりポッキーさんまで回したいみたいなのが私の中ですごいあって、45m ね、結構会場のお客さんもこう黄色い声で頑張れって言ってくれてて、私の時やんだらどうしようとか思ってたんだけど、まあ全然みんな応援しててくれるんだよね。そしてポッキーさんに回せたって、ポッキーさん落ちちゃうよ。あぶないあぶない、7、6、5、これで落ちちゃうってことだね。これでこれでそう、こんな感じでね、赤チーム多分最大距離が29メートルなのかな、カズさんの45メートルでございました。カズさんの45メートルか、すごかった。はい、なかなかいい記録だったんじゃないでしょうか。カズさんどうでした。いやこれ難しいね、はい、いやこれ死にゲーだから多分あっちもね、はい、相当苦労すると思うんですけど、楽しみにしたいと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではご着席ください。続いて青チーム準備の方お願いいたします。よし、そして次は青チームのプレーですね。ごめんな、まあこれヒカキンさんとセイキンさんがモデルになってるゲームなんで、プレーしたことありますね、うん、ただめっちゃむずいんで、むずいよね、本当に風船のこのタイミングが合う合わないとか 0. 何秒の違いとかでダメになっちゃうんで、頑張ります。順番がヒカキンさん、ナッチさん、セイキンさん、あ、僕、瀬戸さん、ダンテさんです。あれ、あ、はい、あれってなんだよ、あれってなんだよ。ちなみになんでダンテさんが一番最後になったかっていうのを今だから言うと、これ多分ステージ上でも言ってたんですけど、リハーサルの時点で全クリしちゃってたんですよ。うますぎたのダンテさんが。全然気にならないからねこれね。だからいいんじゃないみんな。ちょっと冷静に。ヒカキンさん二段ジャンプしてます。ヒカキンさん、お、結構。おお、すごいすごい。45m。 45m。 そしてナツさん、ナツさんもね、うまいんよね。ちなみにこれ東京でもやったんですよ。ナツさんこの時めっちゃ成長してたから、東京の時。またそれもね後日紹介できたらなと思ってるんですけど。そしてセイキンさんのコラボステージということで、まあ、あれ見応えがあります。あれこれあれ何があったんだっけ。これ何だったっけ。あ、違う、違う、少々お待ちください。いや、生きてます、生きてます、生きてます、はいはい、カップありますか。スタートする。あ、始まった。ちょっと、あ、ちょっと、なんだこれは。あの、今、セイキン君がここでやってたんだけど、ここには何も映ってなくて、マジで聞き取れて、うわ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 。瀬戸さんがうまく状況説明してくれるっていうね、本当に自分のステージなのに。瀬戸さんがね、ステージ上にいると結構安心する。これまさかポッキーチームになんか神が迷う。リスタートできます、大丈夫です、復活しました。あ、そっか、時間このまま進めたんだ。集中集中、これも集中して。さあ、セイキンさんステージ。さあ、本人のステージですからね。ここが難しいんだよ。うまい、さすが。さすが、一度プレイしただけはある。めっちゃうまい。ここも難しい、このタイミング。うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。そして、あ、そう、セイキンさんクリアしたんだ、ここで。まあこの時点で赤チームの負けは確定なんだけどね。クリアしてしまった。クリ
早くりゃ全員クリアしても。まだやりましょう。一応瀬戸さんやりましょう。まだある。まだやりましょう。まだやりましょう。よし。まさかのクリア。すごいね。瀬戸さんゲームまだ。クリアしちゃった。ダンテの顔は暗いよ。こいつめっちゃ頑張ろうでしたけどね。どうしたのダンテ。全然やってねえし。ダンテさんは本当アンカーでクリアしたかったんだよね。ダンテさん。ダンテ。めっちゃ上手いダンテさん本当に。ダンテ頑張れ。見せます。だって落ち着いていけ。早いです、冷静にいけ。あ、余裕がある。あれいいよ。しかもこのステージ上で普段通りの実力が出せるっていうのは本当すごいと思う。めっちゃ余裕あるし、そして早いっていう。10秒だけどもまさかの、まさか行くのか。すげえ。やったやったやった。まあということで、まあアガチームは惨敗するっていうね。いや初めてやったんすよ。初めてじゃないでしょ。面白いゲームですね。いやちょっと 裏話させてください。ちょっとあのこの人めちゃくちゃ練習してたんですよ。で途中でこの人がクリアするかと思ったら聖剣くんがクリアしちゃったから、今聖剣くんがわーってなった時にダンテここでこう俺の出番がないって。よかったな。あれタイムどっちの上ですか。タイムだってこっちで競い合ってんね。タイム出てます、ここで競い合って。青チーム内で競い合うっていう。28.7秒、ダンテさんが 28.4秒。1位トップでございます。なんだこの戦い。戦い違うけど目隠しでもできますよ。嘘だろ。いやいや、すごかったんですけど、ここの戦いじゃなくて赤チームとの戦いなんです。はい、ということでもうちょっと一目瞭然でございますね。青チームの勝利となります。はい、こんな感じでですね、青チームには1ポイント。ユーフェス昼の部と夜の部に分かれてるんですけど、昼の部はこんな感じでゲーム実況の、ゲーム実況をメインとしたステージになっていますね。コーナーと合わせて、まあ、他にもモンストとか、まあ、星のドラゴンクエストとかツムツムとかいろんなステージがあったんですけど、はい、青3ポイント、赤2ポイントでございます。はじめ社長に勝つぞ。まだまだ逆転はいけませんでね。それでは皆様前の方にお願いいたします。はい。そう考えると本当にゲーム実況してる女子って本当に少ないよね、うん、ちょっと増えてくれないかな。皆さんにお話伺っていきましょうか。はい、でこれで最後のインタビューかな。赤チームカズさんが一番飛距離出したんですけどね。カズさん、ああちょっとね、あの人たち楽屋ですごいんですよ、はい、もうダンテなんかも左手でこせるボーンとか言ってね。練習して、今日の動画ちゃんと投稿しろよ。ほら練習ばっかしないで。そして聖金さんがですね、なんとクリアしてしまうという、はい、そうですね、さすが聖金さん、ね、いや僕ね、これだけは、ま、勝ちたかったんですよ。マジで勝ちたかった、すいません。あの僕のステージなんで。はい、そうですね。さすがでございました。すごい、はい、ありがとうございます。というわけで、カジュアルゲームコーナーは以上となります。イベントはまだまだ続きます。そして次は最後のコーナーに突入します。はい、どちらのチームが勝つでしょうか、楽しみです。以上、カジュアルゲームコーナーでした。ありがとうございました。はい、ということで、はい、今日はですね、ユーフェス大阪のカジュアルゲームステージをご覧いただきました。はい、ということで今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。